さんこんにちは、水越美里です。本日はですね、いつものメキと全然違うと思うんですけれども、スペシャルゲストの方に来ていただいています。お願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。ダニーヒロさんに来ていただきました。はい、よろしくお願いいたします。お邪魔いたします。今日ですね、実は私、はい、このメイクヒロさんに先ほどしていただいたんですけど、はい、本当に有料レベルの内容がキュッと詰まっているので、ヒロ様のチャンネルでご覧いただけると嬉しいです。お待ちしております。本当にすごいので、私のこちらのチャンネルではいつも使っているツールを紹介していきたいと思います。私が使っているものと、あとヒロさんが普段使われているものを一緒にちょっと、あ、これ何みたいな感じで進めていきたいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。ご覧くださいませ。はい、それでは早速スタート。はい、それではまずベースメイクでちょっと使っているブラシからいきたいと思います。私からいきます。シックスプラスっていうところのブラシで、あのフェイスパウダーを、はいはいはい、じゃあ、お粉をつけるためのブラシとか。お粉をつける。なるほどね、はい、結構毛量が密で。そうなんです。結構ボリューミーね。特にあのナーズのリフコを使うのが好きなんですけど。リフコ、すごいサラサラで。確かに確かに。取れないやつとかをこれでパーッと取って。なるほどね。使うのが好きです。プレストパウダーとかにいいかも。あ、プレストパウダーとかにいいかも。ルースタイプのやつは、そのままついてるスポンジとかで、なるほど、なるほどね、はい、この毛量が多くて、結構ふわふわなところがお気に入りで、あ、結構じゃあこれ一択。これ一択ですね、今は。そうですね、わかりました。はい、私はですね、やっぱりいろいろなさまざまなお顔をね、メイクをさせていただきますので、使い分けをするんですけれども、基本的な、そういったプレストパウダーを取るためのブラシというのが、こちらナーズの、こちらのブラシなんだけれども、大きめ、大きめなんだけれども、先がちょっとこれ先細ってる。あ、本当ですね。丸いでしょ、こっち。丸い。私はこれ先細ってるんですよ。シュッてなってる。そう、先細ってる理由っていうのが、全体に入れるんだけれども、小鼻の脇だったりとか、ハーフさんってここに彫りがすごいあって、はいはいはい、こういう丸いやつだとこれ中に入ってくれないことがあるから、この角を使って中をグリッて入れたり、で、この面でね、広いところやって、この先で細かいところみたいな。なので、これは結構オールマイティー使えるタイプのものなんだけれども、で、フェイスパウダーでもう一種類あるんですけれども、もう一種類はね、こちらまたナーズなんですけれども、ナーズ優秀なんですね。そうなの。そして先細りになっているので、このグラデーションの部分では、ひどいところをバーってメイクするのに使えるんですが、やっぱり細かいところはこういうちょっと先細りのもので調整してあげると、あの、顔の雰囲気っていうのが変わりますので、まずね、この2本。と思いきや、まだあるんですか？もう一個あります。すごい。こちらグラメールのブラシなんですけれども、かわいい。なんかそう、腰が強いの。ええー。触っていただくと形は似てるんだけど、ふわふわじゃん。で、腰があるじゃない。で、腰があるものに対しては、お粉をしっかりとつけたいとき、こういう柔らかいものはふわっとしかつかないんですよ。例えばタッピングすると、その部分だけにこうお粉をフィックスすることができたりとか、あとは圧がかかることによってお粉の定着度がアップする。そう。こっちのタイプの硬い方を使うときは、こういう感じじゃなくて、こうトントントン。結構トントンして。トン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 っていう感じで。ちなみに私、あのリキッドファンデとかもよく使うんですけど、はい、結構手で乗せて、ちょっと手で広げて、スポンジでトントントンして終わることが多いんですけど、リキッドファンデとかってブラシを使った方が良かったり。それまた、いい悪いというのは、おのおのということと、どういう仕上がりになりたいかによって、手で乗せるのか、スポンジで乗せるのか、もしくはブラシで乗せるのか、ブラシの形状も様々ですので、例えば薄くつけたいんだったら、できたら、ブラシがいいです。薄くつけたかったらブラシ。そう。で、ファンデーションの形状にもよるんですけども、指っていうのが一番テクニックが必要で、一番ついてしまうツールになるの。そう、なので極力薄くつけたいっていう場合は、スケスケブラシを使ってほしい。スケスケブラシ。そう、スケスケブラシというのはですね、毛先がさ、間引きされてるの。毛先につけるとちょっとしかつかないので、例えば重めのクリームファンデーションとかソリッドタイプのファンデーション、
で、結構ハイカバータイプのファンデーションというのはこういうスケスケタイプのブラシで塗ってあげると超少量薄くつけることができる。なるほど。けれども逆にね、シャバシャバ系のファンデーションってあるじゃん、はいはいはい、水っぽいファンデーション、はい、こういうスケスケブラシで乗せちゃうと結構線っぽく出ちゃう。こういったフラットタイプのファンデーションブラシを使う。よくリキッドファンデ塗るときに使ってるんですか、うん、そうなの。でこれね、クリオのものなんだけども幅が広いの。すごい。そうですね、ワイドですね。何を塗りたいか、どうしたいかみたいな。そう、今日はね、こういった、はい、これは RMS のブラシなんですけど、渦巻いてる。すごい、形がなんか不思議。で、この渦巻いてる理由というのは、これはね、例えば固形タイプのファンデーション、パウダーファンデーションでもいいし、例えば最近クッションコンパクトのソリッドタイプだったりとか、そういったものをここでつけた時に、はい、渦巻いてるから毛先がバラバラなんですよ。例えば毛穴や凹凸って全部均一じゃないでしょ、はい、浅いものがあったりとか深いものがあると、その浅いものや深いものに全てフィットしてくれるっていうんですか、凹凸に埋まってくれる。滑らせるだけでそのいろんな形の凹凸にフィットしてくれるっていうブラシ。そう、これも結構優秀よ、 RMS。 あとはね、ファンデーションといえばなんですけれども、はい、こちらも優秀なの、クリスチャン・ディオール。これすごいなんかピッてなってますね。そう、ピッてなっていて無硬いの。あ、本当だ。そう、密度がすごい。そうなの、全くほぼしならない。でもこれはどちらかというと毛穴やアラが肉眼でもかなり見えてしまう、もしくはクレーターといってお肌にそのニキビ跡だったりとか、もう陥没してしまってるお肌の方っていらっしゃるんだけども、そういった方をメイクするときにこういった硬いブラシを使うんですが、例えばファンデーション、コンシーラーの硬いものにとても相性がいい。しっかりつきますので、しっかりカバーしたい凹凸やクレーターの部分にこれもトン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 とスタンプしながら、そして小鼻ってやっぱり結構毛穴が開いてる方が多いんですよ。まあ、もしくは小鼻が開きすぎていて、ここにね、凹凸があって奥に入らない方がいらっしゃるので、うん、そういった方もこの角の部分を使って、あ、本当だ、そう、涙みたいな形、そう、この小鼻の凹凸の中にグググって押し込む、すごい、たくさん紹介していただいてありがとうございます。まだまだあるんですけれども、尺が限界ございますので、ファンデーション部分はこの辺でということで、ありがとうございます。シェーディング、パウダーのシェーディングをのせるときは私が最近使って、はい、本当にこのこだわりがなさすぎて、うんうんうん、とりあえず家にあったから使ってるって感じなんですけど、ウォーガーデンってちょっとこれドロップで後で出しときます。買えるかもわかんないんですけど、取ってくるくるやってる。なるほどね。全然いいんです。ブラシなんていうのは、何でもいいんです。っていうのは、はい、テクニックなんですね。はい、例えばこれをね、みさとちゃんはブロンザーに使ってるって言ってましたけれども、はい、ハイライトに使ってもいいし、シェーディングに使っても OK。うん、もしくは、これをフェイスパウダーブラシに使っても OK。でもこれのね、形状としてはやっぱりシェーディングは正解。あ、よかった。そう、斜めにカットされてるものがね、正解なんだけれども、でもね、使い方にちょっと問題がありました。くるくる回すんだったらくるくる回せるタイプのブラシが良くて、それこそ先ほどのようなこういったくるくる回せる、くるくるしてもどこの面も均一につくブラシ。確かにこことか尖っちゃいますね。そう、このブラシの特徴はこうやってここの面をねフィットさせるわけ。フィットさせてからスッて持っていく。フィットさせてからスッて持ってったらこの面しか使わないので、こうやって使ってくる。そう、このブラシは一面で使うためのブラシになりますので、こういう感じで滑らせていただくっていうのが一番ベストな使い方。けれどもそれはそういうルールっていうものよりはそうやって作られただけなので、自分の使いたいように使っちゃえばいい、うん、なのでそのくるくる回すやり方も正解ではあるんだけれども、くるくる回したいんだったら他のブラシの方がもしかしたらもっと素敵に仕上がるかもしれない。シェーディングでお使いになられてる、うん、シェーディングいっぱいあるんです。私こちらもこちらもこちらもシェーディング用で、これもシェーディング用ですね。そう、あとこれもシェーディングです。いっぱいある。そう、これちょっと気になるかも。あ、これね、これはねローラメルシェのブラシなんですけれども、はい、これもちゃんと粉含みがよく腰があるんですよ、はい、で腰があるものをこれどこに使うかって言ったら、はい、フェイスラインや小骨のところにフィットするように作られる。ここにクッと入るでしょ、うん、あ、本当だ、クッと入るじゃん。そのままシュッと持ってくる。そうすると、この顎の側面も裏側も、このワンストロークでつけることができる。しかもめちゃめちゃ肌当たりがいいでしょ。すごい優しい。そうなの。だからくるくるする必要がなくて、ピタッとはめたらスッスッスッ。で、頬骨もピタッとはめたらスッスッスッ。あ、頬のフィット感すごいですね。そうなの。で、あとは、こちら。先ほどのスケスケブラシです。間引きされてるブラシになりますので、これもここにフィットさせてからスッってやって、スッスッ。ますけれども、これで取ればナチュラルにしかつかない、ほとんどつかないのよ。だからナチュラルメイク、普段のメイクの時に小顔にしたいわっていう時はシューってこれでやったら良さそう。すごい使いやすそう。そうなのよ、柔らかいのよ。失敗がなんかなさそう。あ、
そうなの。今ここになんかこう触った時も全然こう違うよね。次はチーク、うん、はい、名丸っていう YouTuber の梶井さんという方がプロデュースされてるもので、うんうん、なるほどです。いただいて使ったんですけど、うん、私これめっちゃ好きで。なんで好きなの。柔らかく、うん、なるほど、ふわって感じになるんですよ。だからグラデーションにふわっとしやすいんだ。そうです。ナチュラルに。もともとチークを使うのは結構苦手で、うんうん、なんかその苦手な理由としては、うん、色がバンってついちゃう。なるほどね。とてもやんかみたいなのが嫌だったんだけど、うん、これだと結構ふわんって感じになって。なるほどね。すごい、チークが失敗しづらいかもしれないってことね。なるほどです、うんうん。いいね。程よく腰がありながらでも、ね、やっぱ柔らかいし、柔らかい、どこの面使っても、うん、あの結局同じ面だから、特別なんか あの手の方向変えなくていい。そうか。私はですね、はい、チークブラシは、こちらの3本を使い分けております。似てるか。似てるでしょ。ちょっと見で、実はね、私もこういう形状のねブラシが好きで、はい、どこの面を使っても一緒っていうね、先細りになってるものが好きなんですけども、はい、何が違うかっていうと手の密度がまず違う。こちらはナーズのものなんですけれども、これはボリュームがあるけれどもあえて密度がちょっと少ないタイプのものなんですが、これは、チークを取っていただくとふんわりしかつかない。ちゃんとつかないから、ちゃんと乗せてもふんわりしかつかない、失敗しづらいブラシ。そうで、広範囲にふわっと血色っぽく乗せたい時に使うブラシで、こちらは資生堂のものなんですけれども、うん、これはオーソドックスでオールマイティの方に使っていただけるブラシで、腰があって、でも柔らかい。そう、柔らかく。で、ここのグラデーション面が長いんですよ。角度によって、その乗せる部分の調整ができる。だから、これは比較的どんなメイクのスタイルにも、本当にこう、重宝していただけるブラシだ。これかなり使いやすいわ。あと、秘伝軸といって、このね、毛をね、止めてる軸があるんだけれども、うん、この軸がね、すごく優秀な軸で、洗っても洗っても、この毛のグラデーションが乱れないの。あっちこっち向いたりしない。そうなのよ。結構ブラシって洗っていくたびに若干形状変わってきちゃう。うん、でもそれがね、ないブラシなの。そう、これかなりお気に入り。次にこちら。これもナーズの歌舞伎ブラシっていうんですけれども、これまたさらにスケスケなの。わかる？あ、本当だ、軽い感じが。そうなの、うん、軽い中でもかなりの軽さなんですけれども、うん、このブラシが僕はいつもショーの時に使うんですが、うん、あのこのブラシを使う時ってちゃんとつかないけどもちょっとつく。例えば力が入っちゃったりとか、うん、違うところに乗っけちゃったっていう、例えば事故があった時にも事故になりにくいから、うん、そうなので、そういったそのイベントの時とか、例えばお顔見ないでメイクする時、そういった時にはこのチークブラシがとても優秀。なんか逆に日常で言うと本当に急いでる時とか使っても全然失敗ない、ね、すごい。だからチークブラシがどうしても苦手なんですっていう方だったりとか、うんうん、お手もやにどうしてもなっちゃうっていう方は、うん、このブラシがもうとにかく優秀、失敗しようがないの。むしろ失敗しちゃうんだったらどうやって失敗したか教えてほしいってぐらい失敗できないブラシなんですよ。これかなり重宝してるんで、もう結構ねボロボロでもちょっと崩れちゃってるんですけども、うん、これのお気に入りです。じゃあ次はビューラーの方に行きたいと思います、はい。私が普段使ってたビューラーがすごい有名なやつだったんですけど、資生堂のアイラッシュパーラー。わかる。もう多分3年とかずっと使ってて、ゴムだけ変えてるんですけど、はいはい、よく考えたら全然この本体のところ何も壊れず使いやすいなって思ってて、優秀よ。そうですよね。私もビューラーって言ったら資生堂しかないと思って。あ、そうなんですね、うん、資生堂が一番やっぱりナンバーワンけれども、最近はね、優秀なビューラーが他のブランドからもいっぱい出てる。あ、そうなんですね。でも本当それって最近なのよ。この数年前はもう資生堂しかないって言われてるぐらい、もう資生堂がナンバーワンだ。今はねちょっと違うものを使ってるんですけれども、はい、あのその前はもうずっと資生堂一択でした。しかも結構お値段的にビューラーだったら多分1000円しないくらいなので、うん、そこも人にお勧めしやすくて、確かにね、しかも薬局に売ってるよね、普通に、ね、売ってるんですよ。そうなのよ。ゴム売ってるから、そうそう、こう困った時にすぐ買えるっていうのもいいかな。で、最近と思ってたんですけど、いろいろ使ってみたいと思って、うんうん、ローラメルシエのビューラーを買って使ってみたら、うんうん、結構これもよくって、なるほどね、なんかこういうビューラーって目に使った時に、うん、まつげの根元に行き立つ前に、うん、ここが若干ここに当たる感じがあるんですけど、これ使うと一番最初に当たるのが、うん、このまつげのところになる。あ、素晴らしいね。じゃあ縁がちょっと広がってるのかな。そうかもしれないです、逆に言うとちょっと最初使った時に行き過ぎて目が痛いみたいなところあったんですけど、すごい上げやすいな、慣れたら使いやすいんだろうなっていうのはすごい感じました。しかも持つところがダブルになってるんだ、これ。あ、本当ですね。安定感っていいかもね。なるほど。まあ、でもまあ私はこの2つかな。今なるほどね。いや、私はビューラーはですね、はい、ナーズを使っております。
ります。あ、使ったことないです。そうなの。まつげとか目の形って十人十色じゃない、うん、いろいろな目の形状の方、カーブの方っていらっしゃるんですけれども、うん、どんなタイプの目の方にもこのナーズのビューラーで、合うんですか？とっても合う。で、若干ね、これはカーブがあるんですけれども、うん、角がね、そんなに当たらない感じで作られているのと、うんうん、目幅がある方でも比較的フィットしやすいものなので、うんうん、これを気に入りで使っています。でも知ってた、実はこのナーズも資生堂もローラネルセも資生堂グループ、そうよ、確かに、そう、大元の会社が。そうなの。で、こう見るとね、若干やっぱりカーブはね、少し違うんですけれども、やっぱり資生堂グループのものって本当に優秀で、そう、目元のやっぱりそういったツールものをやっぱり資生堂ってやっぱ私は思っております。気付くとこはそこですね。そうなの。やっぱりグループの参加に入りますと、お互いにいいところをやっぱりこう譲り合うというか、吸収し合うので、本当にそのグループ自体が好きだったら、そのグループのブランドどこ使っても自分に相性がいいと思います。アイシャドウの機械とかって、うん、はい、アイシャドウを私使ってるのは3本なんですけど、それもさっき あのカジエリさんがプロデュースされてるエナムルでいただいたやつを使ってて、うん、これは結構アイホール全体にふわってのせるのに好きで、うん、この2つは結構アイホール半分くらいのせる時とか使ってると、あとこのブラシがすごい好きなんですけど、これが売ってないんですよね。なるほどね。エスポーっていう韓国のところのやつで、筒みたいな感じになってるんですよ。はい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 、なるほどね、丸みがあるね。そうです。目の際とかに乗せるのにすごいよくっていいんですけ ど、うんうんうん、どそう買えないんですよね。なるほどね。探してます。私が教えてあげる。ありますか？似てるのあるわよ。ほら見てちょうだい。まさにナーズよ。そう、ちょっとサイズがね、少し大きいですけど、でも先の方は割と細くて、そうなの、一緒ですね。うん、似てる。で、これ使いやすいよね。使いやすいですね、この形。そう、僕もこれはやっぱり目幅だったり、その目の際だったりとか、目の下とかに乗せるためによく使うんですけども、ね、いいよね。アイシャドウブラシは、まあ、比較的そんなにいっぱいは使わないんですけれども、まあ、メインとして使うところは、この4本、うん、まずこれは広い面だったりとか、ブラシを立てて、まあ、この際で細かいところを乗せたりということなんですが、基本的に私はブラシは磨くためのブラシっていうものと、アイシャドウを置くためのブラシっていうものを分けるんですね。なので、まずこのアイシャドウは腰があってボリュームがあるので、アイシャドウを置いていきます。置くタイプ。そう、置くタイプに使います。そして、こちらマックのものなんですけれども、アイシャドウをくるくる磨いてくる、グラデーションを作るために。で、これはアイシャドウブラシなんですけれども、こういったものでコンシーラーのせたりとか、ファンデーションだったりとか、そういったカバーものにも使ったりとかします。あんまりこれじゃなきゃいけないというのが決まってないです。決まってないの。正直今はブラシをどこに使いますってご紹介をしてるんですけれども、例えばこれアイシャドウブラシですか、これリップブラシにしちゃってもいいし、それこそファンデーションブラシに使っちゃってもいいし、それこそ眉毛に使っちゃってもいいしっていう感じなので、本当に何でもいいっていう感じで、そのね、ブラシの使い方やブラシの形状や、例えばそのアイテムに縛られてほしくない。アイテムに縛られてしまうと、その魅力を引き出すためのその限界値って自分で決めてしまうから。魅力ってさ、限界がない、無限大に自分の魅力っていうのはどんどん引き出せるから、こういうね、ツールやアイテムに縛られた時点で自分の魅力は引き出せない。もっと自由に捉えていったりするんですね。そうそうそう、そうなの。憧れて買ったリップスティックだったりあったな、はいはい、で、そのリップを乗せた時似合わないっていう経験あるんでしょ、はい、実はその経験っていうのは似合わせもあるんだけれども、直接乗せたから似合わないだけであって、うん、乗せ方変えたら似合うっていうことが結構。確かに、そう、薄く乗せるとか。そうそうそう、うんうんうん、でも薄く乗せるってテクニック必要じゃない、うん、で、そうした場合はこれアイシャドウブラシ、アイシャドウブラシでリップにバーって乗せてあげると、シャーッと薄くしかつかないから、ティントっぽくついたりするから、意外にそれで似合ったりする。へえ、そう、すごい。そうよ。あとはね、こちらなんかすごいオレンジ。そう、コンシーラーブラシなんです。で、これはコンシーラーブラシっていう名称なだけあって、はい、まあ、コンシーラーをのせるためのものなんですけれども、はい、別にファンデーションでも何でも OK、うん、けれども私はクリームアイシャドウとリキッドアイシャドウをのせるためにしたんです。基本もう指とかでやってることが多いんですけど。なるほどね。ブラシって選択肢もあるんですね。そう、指でのせるとやっぱり量調整が難しかったりとか、うん、逆に二重幅に入っちゃうんですっていう方もいらっしゃる。それはね、量が多いから。そう、そういった場合はこのブラシでのせると薄くピタッとくっつくので、薄くしかつかない、均等に均一につけることができますので、うん、クリームリキッドタイプっていうのはこういったコンシーラーブラシを使うととても綺麗に仕上がる。ちょっとやってみたくなりました。やってみて。そう、結構ね、みんなアイシャドウのせいにするの。なんか今回のこのブランドのクリームアイシャドウは良くないです、うん、二重幅に入りましたとか、うん、そうでしょ。それね、アイシャドウのせいじゃないから、テクニックのせいだから。
そう、これね、皆様に申し上げますけれども、今の時代によろしくないアイシャドウってないんですよ。あ、でも確かに。そう。優秀なものしかないかもしれない。優秀なものしかないのに、うんうん、良くない、いいとかっていう議論が出ること自体が間違いなの。うんうん、そうなの。いいものしかないのに対して、なんで良くないということが出ちゃうかって話は、あなたのテクニックっていうこと。で、そのテクニックには、技量が必要になるんですけれども、ツールをプラスするだけで、技量がいらなくなるの。そう。なので、こういうメイクブラシっていうのは、なんかプロ事業に思われたりもするんですけれども、素人さん、メイクに自信がないという方ほど、たくさん使っていただいた方が、仕上がり感のクオリティが上がります。納得です。私、ツールが少なすぎて、あと1個しかないんですけど。あ、なるほどです。最後。でも、これも本当に、ちょっとよくわかってない感じ使ってて、うんうんうん、これは何かっていうと、基本的にはアイシャドウブラシなんですけど、うんうんうん、眉毛に今使っていて、なるほどね、はい、ふんわりつける感じ。そうなんです、ふんわり眉毛を描きたくて、うん、基本的にそのなんか付属のブラシとかをよく使うんですけど、うんうんうん、たまにこういうのを使って眉毛を描いてます。なるほどね。このアイブロウブラシっていうもの自体はあんまり知らないというか、うんうん、使ってこなかったので、どういうのがいいっていうのはあんまり。なるほどね。ふんわり描ける眉ブラシってあります。知りたいです。私はですね、はい、眉ブラシはこちらを使い分けております。そう、いっぱいあるんですけれども、これ全然ね、毛先の形状が違うんですよ。形も硬さも違います。まず、こちらはアディクションのものなんですけども、はい、これ結構ね、有名なブラシでとても売れてるものなんですけども、はい、腰があってボリュームがあって太さがあるので、はいはい、これはどちらかというと擦るというよりは置きながらつけていくためのブラシ。だから例えば太めの眉毛、はい、ストレートアイブロウにしたいときはこちらの腰のあるものでつけていくと、うん、バッと色がつきますので、どちらかというとそういった濃い眉、太眉さんに適してます。こちらのマックのブラシというのが、これは毛先がまた間引かれているので、スケスケブラシ、さっきの若葉みたいな、そう、スケスケアイブロウブラシなんですけれども、はい、なのでこれはこすってこすってふんわりつけていく、ふんわり、そう、太くふんわりつけたい、これを使います。あとはね、こういった細めのブラシですね。よく見ると厚みがあるか、もう厚みがないか。で、こっちはどちらかというと少し硬いけど少ししなりがある。でもこっちはカッチンコッチンなの。めちゃめちゃ、もう水からに硬そうですよね、これ。どちらかというと力入れすぎると痛いぐらい、うんうんうん。でも何が違うかというと、眉毛の毛が硬い方とすごくいっぱい生えちゃってる方。で、そういった方はこういった大きいブラシだったりとか、柔らかいブラシっていうのは中にパウダーが入らないので。ああ。そう。確かに。そうなの、うん、毛をかき分けながら中に入れないとアイブロウパウダーが乗らないので、そういった場合は固めのブラシを使ってかき分けながら入れる、うんうんうん、あとは線っぽいアイブロウね、例えば眉頭にこうちょっとフェザーっぽい感じのアイブロウにするときはこういった細いもので立てながらシャ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 って細かくやっていきます、うんうんうん、眉毛のそのアイブロウアイテムを変えるのかなって思ったんですけ ど、うん、例えばペンシルにするとか、はいはいはい、ブラシで変えるんですか。全然変えれる、アイテムでも変えれるけれども、ブラシで変えた方が早い。だって毎回毎回変えるの大変じゃない。そうで、アイブロウって正直何でもいいんです。アイシャドウアイブロウにしちゃってもいいから、そういった場合ブラシがやっぱり必要になってくる。で、ブラシがちゃんとしてれば何のアイテムでもアイブロウできる。チークだろうが、それこそ固めのマットのリップだったりとか、はいはい、それこそそのアイシャドウでも何でもいいんですけれども、そういったものをアイブロウにしたい時はブラシがとても優秀。で、結構ほらトレンド前にするためにさ、トレンドのアイテムを変えるじゃん。うん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 、それももちろん一つ手段なんだけれども、ブラシを変えちゃえばどんな時代のものも作れるから、めちゃめちゃツール重要ですね。そうなの。別に1個のアイブロウブラシだけじゃなくて、うん、1人でも何個持ってても上に変えれるってことですね、うん、もちろんもちろん。あととても大切なのがスクリューブラシですよね。私はもうアイブロウペンシルの裏についてるやつ、なるほどね、適当に。なるほどね。あ、全然 OK よ。適当、全然 OK。で、私も実は常にこれストックで持ってるんですけれども、でもね、何が違うかって言ったら分かりません。分からないというか分かるんですけれども、それこそほらちょっと長さが違う、丸みがあるだったりとか、先細りのものだったりとか、毛がやっぱり密度がないもの、あるものってあるんですけれども、これね、力加減でどうでも調整できますから、正直スクリューブラシは何でもいいんですけれども、なんでいっぱいあるかっていうと、僕はね、いろんなところに使うんですよ。例えば眉毛にも使う、まつ毛にも使う、ヘアスプレーを使って顔周りの産毛を調整したりもする。ヘアの方に使えるんですね。そう、眉毛の形を整えるときに、例えば眉毛が
角がある人いるじゃん、はいはいはい、でカクンってなっちゃってる方で、そういった方に柔らかい眉毛を作ってくださいって言った場合は、このスクリューブラシにコンシーラーをつけて、その角の部分だけチョンチョンチョンってやるんですよ。そうすると角の部分の眉毛の毛だけにコンシーラーがつくと、その毛がなかったように見えるわけ、うんうんうん、そうすると角のある人でも丸い柔らかい眉毛できるので、いろんなものがついちゃうから、これだけ。あー、なるほど。そうなのよ。スクリューブラシを使わない日はまずない。若い子はね、やっぱりちょっとギャルっぽかったりとか、ちょっと小悪魔風なんて言って、少しなんかこう、メイクに荒があったりとかしても可愛いと思うんだけれども、やっぱり20代半ばの大人になってきたならば、やはり洗練された印象とか、上品さとか、その清潔感とか、そういった雰囲気を作ってほしいわけ。その雰囲気っていうのはツールにかかってるの。そう。そうよ。まあ、今今日ご紹介させていただいたのは、まあ、ちょっとオーソドックスというか、はい、私が普段使っているようなこう、うん、ベーシックなライン、はい、ありがとうございます。すごいたくさんお話聞けて、はい、もう私も欲しいものがたくさん出てきちゃいました。いやー、嬉しいわー。ありがとうございます。はい、ということで本日は私のいつも使っているツール紹介と、ちょっと疑問だったりしたことをヒロさんにお伺いして、たくさんのアイテムを紹介していただきました。きっと皆さんでも気になったものたくさんあると思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてヒロさんのチャンネルにお話しいただいた以上の内容がバーってたくさん詰まっているので、ぜひそちらもご覧ください。ご覧くださいませ。はい、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい、もうぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。